12日はもう飽きた。おう。もう飽きた。ああ、よう言う。最近よく聞きますね、その言葉。なんかあったんでしたっけ？なんかなんかどっかの大阪の某チャンネルの人と。っていうのは、まあ、聞いたっすけど、僕はもう大輔結構好きなんで、ずっと一緒に。二人でもとか全然飲むぐらいなんで、僕はあの子は多分正直な子と思ってるんで、あの子を信じてるっすね、ずっと。人望はすごいっすよ、彼は。あれっすね、みんな仲いいっすよね。俺全然飲みに行ったこともないし、仲が全然みんなよく。山田さんめっちゃ好かれてるでしょ、12日から。うん、いや、あ、鈴木さんはあれっすけど、鈴木くんはなんかちょっと普通に喋ったりするけど、そんなの遊んだりとか飲みに行ったこととかは全然ないっすよ、みんな。でもまあまあ、でもそっちの路線でもいいと思う。逆に、ブレイキングなメンバー。なんかちょっとは思ったやつ、みんな楽しそうだな、みたいな。ちょっと嫉妬してるやん。ちょっと嫉妬してますよ。東京行った時、連絡してください。はい、大阪なんですよ、僕。あ、そうですよ。そうなんですよ。やっぱね、みんなと時間が、ね、止まらないですね。そう。まあでも、ベイヤーさんは結構連絡してきてくれるっす。あー、まあ、タックマッチしたっすもんね。